はいどうも、今日はこれです。北海道岩瀬牧場の搾りたてプリン。すっごい容器もすごいね。搾りたてプリンです。これも例によってすぐるさんから、役者のすぐるさんからいただきました。すげえすげえ。なんか入れ物もこの昔かどうかしら、牛乳入れるあの感じの。これ食べ終わった後なんか使い道ありそうですね。真っ白だよ、真っ白。すげえな。うわ、絞りいただきます。おお、とろとろだ、とろとろだ。これおお、牛乳の、牛乳の味というかミルクの味というか、これは美味しいね。あ、プリンってこんなんなんだねって、一生に一度死ぬまでの間にこのプリンを食べたことがある人生と食べたことがない人生、僕は食べたことがある人生です。幸せです。いや本当に美味しい。これプリンとかあんま買って食べたりしないけどさ、こんなんだったっけプリンって。多分違うんだろうね、工夫されてるんでしょ。これは高級な味がするわ。これ使い道ありそうだな。こうやって何に使う。これ本当美味しいね。これいやー美味しかった。このプリン、ごちそうさまでした。